皆さん、こんにちは。さあ、今回はですね、こちら覚えているでしょうか。ちょっと前に紹介したね、ガッセンの新型ジンバル、モザミニ PMAX なんですが、この前レビューした時は少しちょっと厳しめな話になってしまって、ちょっとフルサイズの運用これ厳しいんじゃないのってことをね、言ったんですけども、じゃあフルサイズが厳しいんだったらね、じゃあもう一つ、こちらコンパクトデジタルカメラ、僕の手元にありますね、これ ZV-1 っていうね、これもなかなかね、ソニーのいいデジカメなんですけども、これを載せればね、まあ問題なく運用できるのかなと思って、ちょっと今日はそれをやってみます。で、その前なんですけども、今回これコンデジを載せるにあたりまして、非常にこれコンパクトでね、軽量なので、このモザミニ P の方にね、ちょっとカスタムね、することができました。で、簡単なカスタムなんですけども、前にもね、これうちのチャンネルでね、紹介した、はい、こちら、ウランジのね、ファルカムの F38 っていう、クイックリリースプレートとこのクランプなんですけども、これを載せた状態で、こうね、コンパクトデジタルカメラ載せることができました。こんな感じにシャキッと載せまして、で、使い終わったらすぐパッと外すことができるので、これでね、すごく利便性がね、上がったと思います。どうしてもね、このジンバル、現地についてね、またこうつけてガチャガチャ、こう三軸調整するのめんどくさいじゃないですか。で、家の方であらかじめ調節しておいて、あとはもう現地に来たらこれをパチンとはめて、はい、撮影開始ってことができるので、これね、すごくいいです。ただ、これをつけるとですね、通常のプレートの他にさらにもう一枚、このにクイックリリース、プレートがついて、さらにここにもプレートがついてるので、かなり、ね、高さがね、増しちゃうんですよね。なので、まあ、今回みたいな非常にちっちゃいコンパクトのカメラ、まあ、GoPro とかコンデジとかスマホとかならいいですけども、フルサイズのカメラとかではこれちょっとね、無理でした。で、もう一つのカスタム、このロール軸問題ですね。で、このモザミニ PMAX なんですが、3軸のロックをかけて持ち歩くと非常に便利なんですけども、このロール軸だけはバランスを取ってしまうと、こんな感じで伸びた状態なんですね、ロール軸が。こう伸びてしまうと、ここに干渉してしまって、カチンカチンとなってしまうと。で、これを戻すには再度ロール軸を最初の位置に戻して、ロックをかけなければならないので、ちょっとね、これもね、めんどくさいですよね。いちいち現地に行って、またこのロール軸調整するのもめんどくさいので、こういった時に便利なのはこちら、ゴムバンドですね。ゴムバンドに、まあ、適当ななんかこうドローコードをつけまして、こんな感じにロール軸にこれを巻きつけて、よいしょ、パチッと固定すれば、はい、こんな感じでね、ロール軸をこのゴムバンドで固定することができます。これであればですね、まあ、バッグとかに入れて、まあ、多少振ったくらいではね、動くこともないですし、カチンカチンはないので、まあ、ここに傷つける心配もありません。で、使うときになったらこうバチッと外せばいいだけなんで、ちょっとこれもね、前のモザミニ P でも全く同じことやってたんですが、まあ、こういったね、まあ、プチカスタムすればだいぶね、使い勝手も良くなるんではないでしょうか。ではですね、実際ね、このモザミニ PMAX とこの ZV-1 ですが、この2つを使ってちょっと外でね、動画撮ってみましょうか。さあ、外にやってきました。このモザミニ PMAX と ZV-1 ですが、これちょっと動画撮っていきましょうか。わ、今日の天気もすごいですね。これ見えますか？ものすごいね、濃い霧にね、今包まれていまして、視界がね、悪いです。で、湿度もほぼほぼね、もう 100% に近いんで、ちょっと歩くだけで、だいぶね、不快感が高くなりますね。ちょっとカメラのオートフォーカスもおかしいな挙動を示すかもしれません。お、ちょっとこの電柱ぐるっと回ってみましょうか。やっぱりこのモザミニ PMAX、こういったね、旋回撮り、本当にね、やりやすい。そしてどうですかね、こちらね、映像の方は。今ですね、手ブレ補正は、まあ、スタンダードでちょっと今回はね、やっていますけども、まあ、元から ZV-1、比較的手ブレ補正ね、強めですし、でなおかつね、本体も非常にこれ、軽くて、モーターのね、パワーにもかなり余裕があります。なので、ちょっとこうぐーっと下に下げるような、今ちょっとね、やりましたけども、うん、特に変な振動とかはね、外から見ていてもね、感じることはありません。ただですね、やっぱこれだけ湿度が高いんで、ちょっとね、キャリブレーション、1回外でかけたんですけども、それじゃ足りないかもしんないですね。今ね、いわゆるドリフトっていう現象がね、だんだん出始めましたね。勝手にね、ジンバルが右の方にぐーっとね、ちょっと傾いていってるのがね、目に見えてわかります。まあ、なかなかね、こういった環境で使うようには作られてはない機械なんで、ちょっと特殊なね、状況なんですよね。ただまあ、ジンバルもね、結構物によってこの辺強い弱いがあって、比較的ね、ゼウンとかのジンバルはこの高温多湿な環境には比較的ね、強い感じがします。ちょっとね、モザミニ PMAX はその点、こういう温度の差ですかね、それにはちょっと弱い感じが、はい、してきました。ちょっと走ってみましょうか。今軽くね、手に持って走っています。どうでしょうか。特にね、モーターからおかしな音が出るとか変な動作がするとかそういったところはね全くないですね。やっぱりこのジンバルは、こういったコンパクトデジタルカメラとかあと GoPro スマホからやっぱり、それにすごく向いてる感じがしますね。一応ねこの前やったようにフルサイズも一応乗るっちゃ乗りますけども本当にねもうカツカツどころかもうちょっとこのモーターからね異音が出たりとか、本体が斜めになってしまったりということも結構あったんで、やっぱ無理してる感じはないですね。しかもこれ本体と全く干渉しないんでこんな風にねすごいローアングルで、撮ったとしても、特にね本体にはちょっとこう負荷とか異常なね動作はかかりません。こう斜め上にぐーっと上げてもいいですね。全然大丈夫。ちょっとここで固定してみますか。はい、この状態でね、横に歩いていますけども振動とかはどうでしょうか。今ゆっくりね左の方にパンしてますけどもいいですね。全く心配のない完璧な状態でね今動作しています。そうですね、もう本当にこれ以上言うことがないというか、バッチリな状態ですね、これね。じゃあ試しにね手ぶれ補正をアクティブにしてみましょうか。はい、手ぶれ補正をねアクティブにしてみましたが、どうでしょうか。なんかねこう旗から見る分にはそこまで違いはないように感じるんですけども、もしかしたら結構ね差が出てるかもしれないですね。手ぶれ補正アクティブにするとちょっとジョイスティックとかでね補正かけたりするとこうじわじわっていう風な動きになるんで、これはだから手ぶれ補正効いてるなっていうのがここはね旗から見ると分かります。ちょっとここでね走ってみましょうか。はい、軽くね走っていますがどうでしょうか。本当にね本体がね軽いんでねこういったことをやってもそんなに苦にはねなりません。なんか雲の巣がすごい、なんかさっきからもう3回ほどね雲の巣に引っかかってますね。なんだろう、やっぱそういう生き物がこのあれですかね、気温も高いし湿度も高いんでなんか出てるとかね。あららららら、これ映像にちょっと出てるかどうかわかんないですけども、ちょっとジンバルがね斜めに左斜め上の方にだんだんかしがってきちゃいましたね。やっぱりこの、温度っていうかな、やっぱその気温の影響もちょっとあるのかな。はい、すごくねジンバルがおかしな方向にね向き始めました。とはいえそれが映像にどこまで反映されてるかっていうのはちょっとね分かんないところではあるんですけども、もうこれは完全に斜めになってますね。もう僕のね目から見ても明らかに、ジンバルがね傾いてるのが、分かります。参ったねということでねちょっと撮ってきましたけども、もうザミニ P はやっぱりこういった環境じゃ無理か。すごくねいいんですよこれ。もうね挙動に関してはもう火の打ちどころがないから、箱出しでねもうこれですから、そもそもいじることできないんですけどね、特に設定は、設定はいじないんですけど、こんな風なね微妙なジンバルワークが非常に簡単にできるんで、めちゃくちゃこのねミニ P バックスいいんですけども、はい、ご覧のようにねもう完全にジンバルが斜めでね固定されてしまいました。はい、という感じで、軽くね撮ってみたので、一旦ね僕も家の方に戻って映像の方をチェックしています。はい、家に戻ってねこの ZV-1 の映像を見てみました。そうですね、まず手ぶれ補正に関してなんですが、スタンダードでやっていましたけど全く問題ないですね。全然アクティブにする必要はね、特にはないですかね。確かにアクティブの方が若干ブレが少ないかなっていうね、レベルなので、普通にねこのビデオブログとかで、街歩きでこれを使う分には全然スタンダードでね、はい、問題はありません。で、今回画面横開きにしてましたけど、特にロール軸がおかしくなるようなことも、ありませんでしたし、モーターのパワーが足りないとかってこともなくて、本当オートチューンやっただけなんですけども、この ZV-1 で使う分には、このね、モザミニ PMAX 全くね、心配は、ありませんでした。しかしですね、ちょっと動画の後半の方に、やっぱこのロール軸、これがね、だんだん斜めの方にね、なってしまう。っていうのは少しね、気がかりですね。部屋の中でね、ちょっと使ってた時はそういったことは一切なくて、野外に持ってった時だけこういった挙動になりました。で、その日はですね、この、動画撮ってた日と同じく、非常に濃い霧で包まれていて、非常に高温多湿のね、環境だったので、そのせいで、ちょっとこの辺のセンサー周りがね、ちょっと普通じゃない挙動を示したかもしれません。ちょっとこれに関してはね、僕の使っている環境っていうのがやっぱりさっきも言ったんですが、非常に霧の濃い高温多湿の、環境なので、ちょっとこれはやっぱ気になりましたね。前にね、紹介した、ZV-1 のクレーン M3 ではそういった挙動が全くなかったので、多分この ZV-1 固有の問題だと思います。もしかしたらこれ個体差って可能性もあるんですね。どうしてもこういったジンバルって電子、ね、部品の塊なので、ね、ちょっとこう当たり悪かったりとか、ちょっとそういったものを引いてしまった可能性は、あるんですけども、ちょっと自分の環境で今後もこれ使うかって言われるとちょっとね、考えてしまいますね。とりあえずですね、ZV-1 のコンピューターコンデジであればですね、このクイックリリースプレーとかも全く問題なく使えますので、そこは安心してください。そうですね。あとはスマートフォンですとか、アクションカムとかそういったものもね、載せられるので、非常に汎用性の高いジンバルだと思います。で、APS-C やマイクロフォーサーズまでだったらいいんですが、フルサイズで使う場合にはボディとレンズかなり制限があるので、そこはね、ちょっと注意して使ってみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういったジンバル関係のものありましたら、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。